皆さんこんにちは。静岡県健康福祉部の後藤です。本日9月9日の県内新規感染者数は2739人、1週間2万2000人台で、1日平均3000人という感じになってきて、だんだん下がってきています。これを1月から全体像で見ますと、だいぶ山を降りてきた感じがしますが、まだ2月の時のピークの倍近くございます。入院患者さんも400人台まで下がってきていますが、まだ2月の時のピークの入院患者数よりも多いといった状況で、医療はまだ逼迫しています。先週1週間の感染者の方の年代は、10歳未満の方が一番多い 17% で、前の週よりも 2% 増えているという状況で、学校幼稚園が始まったためかなと考えています。そしてワクチンの年代別の接種状況ですが、5から11歳の子ども用のワクチンの2回接種完了者は 20% 台、12歳以上の3回接種の完了者はやはり若い30歳代以下では50%から40%低くなっています。9月の下旬からオミクロン株対応の新しいワクチンも出ますので、ぜひこの12歳以上が対象になってますので、この年代の方は3回目までの方は新しいワクチンの接種のご検討をお願いしますし、子どもさんにつきましてもワクチンの2回の接種をぜひご検討お願いします。